こんにちは。生活保護について私結構ね考えることが多いんですけども、今回ね大阪の八尾市というところで57歳の女性とその女性の長男とされる当時24歳の方の、まあ、遺体がね見つかったということで、生活保護を受給していた方らしいんですよ。で、2ヶ月ほど生活保護の受給に来なかったんで、まあなんだろうと思って、行ってみるとそうなっていたということらしいんですけども、ちょっとね細かいところまでわからないんですけども、一報がそういうふうに入ってきて非常に痛ましいことだなと思うんですよ。で、ここでね、私は納税者としてはっきりと申し上げたいことがあります。納税者としてね、私が税金を払うのは行政の方が私のお金を使って、そして他の納税者のお金を使って私たちの代わりにこういったことが起きないようにやってくれると信じてるから納税するわけなんですよね。職員さんの給料を払うためにお金を払ってるわけじゃないんですよ。職員さんね、そういった行政の職員さんがもう自分が出世するとかね、給料を設けるとか、そのためにお金を払うつもりはさらさらないです。こういうふうにね、行政のもうはっきり言いますけど怠慢によってね死者が出る限り、私は税金は高いと思いながら憎しみを込めて、ね、払いますね。でももしかして私たちの払う税金がこういったね貧困にあえぐ人を救ってくれるんだったら喜んで払いたいですし、そういう風な世の中を作ってくれるんだったら行政職員さんの給料がいくら上がっても文句は言わないんですよ。まあ、正確には私たちの税金がそういったところに回ってるわけじゃなくて、国債発行によって賄われているということはありますけども、形上まだね集めた税金で生活保護費が払われているとかね、行政職員さんの給料になっているということでしたら、だったらねこんなに惜しい話はないですよね。できれば自分自身で、あらゆる方にお金を給付したいと思いますけども、残念ながら私にそれほどの視力はありませんし、それから一人一人の銀行口座を知ってるわけでもないので、だから行政に、まあ、お願いするというかね、行政を信頼して税金という形で分配してくださいというふうになってるんですけども、まあ至らないことが多すぎますよ。死者を出すことはないだろうと思いますよね、私はね。これも誰のせいかわからないし、職員さんが職務怠慢でクビになることもないですしね、なんとも悔しい話だと思います。で、生活保護費は早く値上げしてもらいたいですね。私が思うところ1人に37万平均で出していただければ、なんとか生活保護の方もやっていけるんじゃないかなと思います。もっと言えばですね、日本人の平均年収なんか420万とか言われますけども、400万ぐらいは年間で生活保護の受給者というのも受け取っていいんじゃないかなと思うんですけどね。これ受け取ることによって誰か損するんですかね。ただ自分よりもたくさんもらうことが悔しくって妬んでる人はいるかもしれませんけども、もうみんな気に入らないんだったらみんな生活保護行けばいいと思うんですよ。で、生活保護の受給者が受給金額増えればね、それだけ使ってくれますから世の中のサービスや商品が売れまくると思うんですよ。生活保護の方が健康で文化的な最低限の暮らしを送るために毎日切り詰めてるとかね、もう5円10円を血眼になって安いの探してるとか、これ健康で文化的な最低限の暮らしなんですかね。引き続きこの問題は取り組んでいきたいと思いますね。まあ、痛ましい事件でした。動画概要欄から詳細をご覧ください。